はい、どうも、お茶です。今日もね、回でランクマやっていこうと思います。今日はね、ノーマルカラー使っていこうと思います。モッド入れるとね、ちょっと遅延が増えるみたいなんで、せっかくね、遅延なくそうと思ってスチーム版でやってるのに、遅延が増えるとちょっと本末転倒なので、仕方ないですけど、モッド使わないでやっていこうと思います。はい、ということで対戦相手の方見つかりました。1756レベルのミリアですね。めちゃくちゃレベル高い。ちょっとね、なんか日本人じゃないっぽいんでラグが怖いですけど、あ、大丈夫ですね。韓国人っぽかったんですけどね。韓国人でもなかなかラグがないものですね。さあ頑張っていきましょう。俺も PS 版ではね、1500いくつのね、結構レベル高めなので、PS 版でもまだ100いくつですけど。まあまあ、これはね、ライドいけますね。軽量級なんで。無理でしたね。嘘ついた。けど、角換が安いのでセーフ。これ、テーダだけ注意ですかね。なるほど。ゲージを使ってくれましたね。はい、美味しい。これ美味しいですね。開幕はどうしようかな。足払い。なるほど、バックスで。あー、ちょっとバックスに隠しちゃいましたね。これはガードですね。ガードして。これ本当はね、1段目、相手の6杯、1段目ガードした時点でベーパーかけてます。これ結構、ボラれてますね。今のやつですね。あれ1段目ガードした時点で、ベイパーがかくってるんで、ちゃんと反応できたら押してみてください。何に派生されても絶対勝ちます。派生されなくても、ノーとガードでもかくってますね。ガードできないです。あ、読まれてましたね。ちょっと安い。これは投げかくってますね。さあ、重ねて。ちょっと重ねミスってますね。よく立った。美味しい。これはちょっと、バースト読んだけど、あんましない方が良かったですね。これはマイピ。なんか今ごちゃったな。ごめん。やってない。あぶねえ。超ボリましたね、今。全然、なんか、意図しないことをしまくって、勝ったみたいな感じでしたね。ごちゃって勝ったって感じでしたね。さあ次開幕どうしよう。バックステするかな？しないか。ワンパではないですね。これね、あーなるほど。詐欺ルートか。オッケーオッケー。美味しい。あーちょっとディレイかけないと重なってなかったですね。はい、これ飛んで。逃げましょう。あーマイピーちょっと遅かったか。あー裏回りにマイピー間に合ってなかったですね。やってないやってない。漏れた。あ、やばい。死んだな、これ。これ死にましたね。いやー、海外勢ともこんなラグなしでできるのすごいですね。アークはやっぱ熱帯関係強いな。相手結構地上座振ってくるので、しっかりね。あ、これは美味しい。勝ったな、これは。ちゃんとね、6杯すらカウンター確認できれば、こんだけ減らせるので、やっぱね、回使うんであれば、6杯すらのカウンター確認は、ぜひ習得したい場所ですね。ちゃんと相手地上座すると見てるので、延々すぎます、こっちも。こんな感じでね、刺さってくるので。こんなの投げて。ほな、6K から投げに行きましょうか。これは、殺し切りですね。あっと、重な、もう割れてしまった。殺し切れてたんですけどね、俺の計算では。割れてしまいましたね。次はちゃんと、前転っていうのかな、これ。なんていうのかな。見てからコパンをしました。いい勝負でした。さあ次は開幕走ろう。オッケー、正解。オッケー、これ美味しいですね。さあバースト開かせて。はい、今度はマイピー。ちゃんとね、上も警戒しながら地上技を振る。これミリア戦の鉄則です。これ裏回りあるな。あーっと、裏回りなかったですね。あ、死んだな、これ。6杯すら当たってしまうと、こうなるので、ちゃんとカウンター確認さえできればめちゃくちゃ圧があるので、6杯すらのカウンター確認は本当にやった方がいいです。火力がめっちゃ変わります。さあからの息をするように対空を出す。なんかもう対空染みついてるんですよね。基本勝手に 6P が出るみたいな感じで。さあダウン取って。これ見えない中下で。いやーちょっとミスったな。多分これ殺し切りルートギリギリあったかなっていう感じ。オッケー。もうこういう状況になったらね、スタンエッジめちゃくちゃ強いです。
ゲージがあればスタンエッジロマキャンセルって入れ込んどけば、相手がヒットしてたらコンボいけるし、ガードされてても今度ためなしダストとかで見えないタクができるんで、こういう状況になった時のスタンエッジはめちゃくちゃ強いですね。だいぶ甘いポイントだと思います。はい、ということで以上、あ、ちょっとまた対戦相手見つかった。以上、今日の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。